商品管理部の藤田です。よろしくお願いします。今日は商品開発に携わったこのパッドビっていう商品について説明していこうと思います。でこのまずパッドビっていうのの名前の由来はパッド楽々履ける旅っていうところから来てて、こう気軽に旅を履いてほしいなっていうところから来ました。でまず機能について説明していきます。大きいアピールポイントが3つあって、1つ目がまずこの旅型っていうところ、この先割れで、あとその旅におくあるこのアーチのサポート、ちょっと盛り上がってるんです。これがポイントで、今履いてるんですけど、こう歩いた時にカパカパならない、足にしっかり馴染むんで、こう階段とか登ったりする時もこう足についてきて脱げる心配がないっていうので、このお家快適に過ごしたり転倒とかするのを防いで快適に過ごせます。で次のアピールポイントはこの生地の感じ。この生地がこの合皮に見えるんですけど、サテン生地にこのエンボスの加工をしてて合皮っぽく見せてるんです。だからその合皮の生地よりもお手入れが簡単で、丸洗いもそのままできます。でその経年の劣化とかも少ないです。でこの生地機能性がついてて、この汚れとかついてても洗えばすごく落ちやすい、すごいお手入れが簡単ないい生地です。これ3つ目が、他にもいろいろ生地、髪型以外にも見どころのポイントがあって、まずこれの大きな特徴をボードにまとめてるんですけど、この軽さ、これ片足で 70g、 ポテトチップスの袋より軽いんで、もう履いてないも同然だからもうお家でも快適に過ごせます。こういうクッション性、これが EVA の素材で、内外どっちでも使えるものなんですけど、すごい柔らかくて厚くて、長時間立ち作業とか家でするときでも快適に過ごせます。あと静音、音パタパタ言わないです。お家でいる時間が増えてたりすると思うんですけど、それ快適に過ごすためにおすすめです。内履きについて次は説明していきます。まずは内履き、こうお家で過ごすときとかに普通のルームスリッパとしてお使いいただけます。あとは外で簡単に、例えばコンビニとかにちょっと出かけたりするときとか、あとこうやって持ち運びがすごい楽で、こうやってギュッて潰してやったらもうほぼないも同然のような軽さ幅なので、例えば出張先とかに持って行っていただいたりして、でそれでもう夜外出るときだけ使っていただくということも可能です。感じでいろいろな用途でお使いできます。この商品の詳細についてはホームページ等をご覧ください。ぜひとも一度試してみてください。